柴田秀勝は、日本の声優、俳優、ナレーター、演出家。東京都台東区浅草田原町出身。無所属で、同社の代表取締役会長。妻は、声優の関根明子。1937年、東京市下役浅草田原町で、教授屋の息子として生まれる。小さい頃から喫音により、他業がうまく言えず、そこで詰まっていた。 西桜小学校卒業。当時は、天道と呼ばれていたが、中学校に入ると、ビリから三番目になったとのこと。麻布中学校、高等学校卒業。中学時代は、バス通学していた。当時は車掌に行き先を伝えてギップを買うという規則で、あったが、室温症から家のある虎の門が言えず、自駅の田町駅も言えなかったため、その自駅である。 新橋駅まで乗って、毎日二駅歩いて戻ってきていた。そのため、他行が言えるように克服するため、高校の頃に演劇部に入部した。そこで、先生に、歌えば、言葉は使えない。歌舞伎のセリフは歌うようなリズムがあるから、演劇が好きなら歌舞伎を勉強できる、日本大学芸術学部に行ってみたらと言われ、日本大学芸術学部演劇科に進学する。 国劇研究会で歌舞伎を専攻し、坂東州長の指導を受ける。大学卒業後、関西歌舞伎に入社するが倒産し、失業。1958年、俳優への道を歩む。1960年、テレビドラマ、熱血カクタスで主役のカクタス役を演じる。その後、久保進むに、声専門のプロダクションを始めたいから、いっそのこと声優の専門家にならないか。 と言われ、声優になる。SOS、小畜、太平洋、テレビ、劇団未来劇場、東京俳優生活共同組合、TAP の所属を経て、1969年、久保らと共に、青にプロダクションを設立。声優の本格デビュー作は同年放送の、タイガーマスクのミスター X 役だが、含み笑いで演じたところ、リズムに乗れたからか、 作業で詰まる癖を克服できた。それからは、精神的にも余裕ができて、どんな役が来ても大丈夫とのことで、ナレーションも受けるようになったという。ドキュメンタリー映画のナレーションで、第28回国際産業映画、ビデオ祭文部大臣賞、第29回国際産業映画、ビデオ祭通商産業大臣賞を受賞している。2004年、無株式会社を設立し、 代表取締役会長に就任。新人、後輩声優の育成に力を注いでいる。2017年1月9日、テレビ朝日にて放映された人気声優200人が本気で選んだ。声優総選挙。3時間 SP で第13位に選ばれる。2020年4月1日、妻の関根明子と共に、創設時より所属していた青にプロダクションから無に、 所属事務所を移籍した。威厳ある悪役や、地位の高い人物を演じることが多いが、ザ・ウルトラマンデー演じた、近藤大女キャップなど、コミカルな面を合わせ持つ役も担当しており、ナレーションでは、甘みのある語りも多い。自身も出演した、アニメ、銀河旋風ブライガーでは、珍しく、レコードサイズでも歌の冒頭イントロに、柴田のナレーションが入っており、本編ナレーションと共に披露している。 実写作品では仮面ライダーストロンガーのジェネラルシャドウが広く知られているものの自身はほとんど記憶に残っていないと語っている人形劇 X ボンバーに登場するジェネラル黒田はこのジェネラルシャドウをかけたキャラクターでこのキャラクターの声も柴田が演じていたまた瀬戸の花嫁でもそれにあやかったキャラクタージェネラル番長を演じている2011年公開のオーズ でも、オールライダーレッツゴー仮面ライダーでは36年ぶりに、ジェネラルシャドウの声を担当した。スーパー戦隊シリーズでは5度にわたりレギュラー出演を果たしており、そのうち2作品は悪の首領を演じた。死去したカニエイジや高木ひとし、加藤聖造から持ち役の一部を引き継いでいる。声優とは俳優の一部及び、 声優の前に俳優であれとの考えを持つことから、これから声優を目指すワコードには、心を演じる、人を演じるような俳優になれと教えており、自分が役者であることを自覚すればやっていけるだろうとの、ことである。他者が声優を目指すことに抵抗はない一方で、近年の若手声優に対しては、映像に声を当てることだけは僕らよりうまいが、心と人間を演じきれていない。 若い人たちの演技はどうしてもそこが浅いような気がしてならないと苦言を呈している。無の会長を務めるほか、東京都新宿区歌舞伎町の新宿ゴールデン街にある、会員性バー、突風のマスターも務めている。同店は、新宿ゴールデン街最古さんで、役者や業界の関係者が集う店で有名である。就職先だった関西歌舞伎が倒産し、意気消沈して、 新宿を歩いていて見つけた売り店舗を購入。役者活動開始と、ほぼ同時期の1958年4月に、スタンドバートップとして開店。その後、劇団未来劇場の仲間たちと店名を、突風にしてリニューアルする。1965年3月28日、1992年5月6日、2003年6月15日と、過去3回もライビに会っている。 地原隆二の漫画、レストアガレージ251社や夢、二郎、辻マスの小説、名犬、ルパンシリーズに登場する。なお、柴田は、飛んだ、パープリンに、スナックのマスター役で出演していた。キートン・ヤマダを声優に誘ったのは、柴田である。ヤマダがアルバイトをしながら、役者生活をしていた時期、アルバイト先のスナックの店主が柴田と知り合いだったため、 柴田が店によく訪ねてきていて、山田と面識ができた。ある日、柴田が声専門のプロダクションができるから、履歴書を書いて来いと山田に言い、創立したばかりの青にプロダクションに預かりで、所属させた。元内閣総理大臣の福田康夫は、麻布中学校、高等学校の同級生である。太字はメインキャラクター。担当俳優映画、ドラマアニメ。 ありがとうございます。